ちも踊ってるぞ。モンマさん、はい、来週鹿児島大会、ストンパーの挑戦を受けますね。注目の一戦ですね。そうですね。 IWA ヘビー級タイトルマッチを控えましての今週は前哨戦ということになります。果たしてそのいわゆる因縁絡みのタイトル戦を前にして、ラッシャー木村、果たしてどの子震えなのか。今60分一本勝負開始のゴングが鳴りました。ストンパーがスタートを駆け出ました。そして日本組はアシュラ原、アジラハラが速い動きでトム・スタントン、ザ・ストンパーの動きを幻惑いたします。さあ今度は捕まりましたかどうか。肩口に力を入れてグッとニュートラルコーナーに押し込みましたアシュラハラですが、体勢を入れ替えましたザ・ストンパー。これで大木さん、はい、もうすぐにアメリカに渡って特訓ですか。はい、明日出発します。明日ですか、はい、そしてその特訓の仕上げはハワイと聞いておりますけども、はい、そういった予定ですか。ホノルルを選んでます。ああそうですか、はい、今度のその強化トレーニングの一番そのポイントはどういうところに置いてますか。まあ15日から参加する予定ですけど、やっぱ世界的に有名なフルザというのは来るもんで、はい、まあ絶対負けないつもりで練習やってます。今大木さんの話にもありましたように、このスーパーファイトシリーズ後半にかけまして大木金太郎選手の出場、そしてあの生傷男ディック・ザ・ブルーザーの特別出場という大きな大きな話題を皆様に提供しております。国際プロレスのスーパーファイトシリーズ、原とトム・スタントンに変わりました。このスーパーファイトシリーズ開幕戦、これはどうか。アマランシュホールド気味に腹を叩きつけましたトム・スタントン。先週テレビでご覧いただきました開幕戦、千葉県館山市民センターでの試合、ザ・ストンパーが浜口とセミファイナルで一本勝負、シングルマッチを行いました。そして自分が試合が終わった後メインイベントに登場のサリバンとタッグチームを組みまして登場のスタントンに、じーっとそのコーナー下からジャンパー姿でいろいろとこと細かい指示を送っておりましたが、そのトム・スタントンとラッシャー木村です。言うなれば修羅場といいますか、教職ジャックのこの世界にも何と言いますか、先輩後輩のつながり、師弟のつながり、はい、あるもんですね。これなんかいいストンパーと、このスタントンなんかいい例ですね、はい、それからもう一つ先ほどやりましたロバーツとボイティの関係、はい、まあいろんな意味でね、教えてもらって、また若い息吹を感じながらこう互いに刺激になる、そういった意味でこの大木さんが入ってきた。その大木さんについて師匠を言えば、これはもちろん力道さんという名前になってくるわけであります。クロスチョップ、木村が早くも若いトム・スタントンにクロスチョップを持っていきました。今日の IWA ヘビー級防衛戦を前にしての前哨戦、ラッシャー木村の動き、大木さんいかがですか、ご覧になってて。 いいですね、なかなかやっています。依然として若いトム・スタントンを捉えて離しません、ラッシャー木村。この辺りはコーナーのザ・ストンパー、まだそれほど大きな声を出して指示を飛ばすというようなことは今日のところまだ見せておりません。じっとその展開を見守っているという、そんな感じのザ・ストンパー。しかしこのシリーズ、まあ昨年秋のデビリッシュファイトシリーズのあの出来事が絡んでるという先入観があるせいか、ストンパーの目つきが実に鋭いなという印象を私は受けるんですけどね。あの先発でね、いきなり飛び出してきた、心意気が分かりますね、はい、やはり大体ホール取ったんですからね、まあレフリーのそのジャッジに問題があったと言いながらね、やはりこれをねテキリングでね一応ホール取ったってことのね悔しさね、はい、まあ、ストーバーの気持ちがねなんかこう目にもね体全体からもこう現れてますね。なるほど、
ロープに腕を取られました。トム・スタントン、木村のバックハンドチョップ、喉元を叩きつけました。そして待ち受けます、アシュラ・ハラの膝叩きつけました。木村からアシュラ・ハラに変わりました。とにかくジェイク・ロパーツあるいはストンパー・スタントンと超大型レスラーがずらりと揃いました。このスーパーファイトシリーズだけに、アシュラ・ハラのさあどうか、WWU のそのジュニアヘビー級の挑戦者というのはちょっとこのメンバーからは少なせない感じがいたします。それだけにまあ気楽にさまざまな違ったタイプのトップクラスのレスラーからいろいろなことを吸収したいということを言っておりました。アシュラ・ハラエルボースマッシュを見せました。そしてバックハンドのチョップ、なかなか若い者同士といいますか気合が入ります。アシュラ・ハラさあどういうふうに持っていきますか。しかし持たれるようにして、持たれ込むようにして、ストンパーにタッチを行いました。トム・スタントン、トム・スタントンからストンパーに変わりました。早くもその得意のストンピングが出ました。ザ・ストンパー、あ、迫力ありますね。違いますね。お腹のあたりを痛そうに抑えております。アシュラ・ハラ今度はキック、ものすごいボディースラムです。そしてさあ高々とコントロールしてパイルドライバーに持っていきました。アシュラ・ハラ大ピンチ、木村が飛び込んだ、木村が飛び込んだ、大木さん木村が飛び込まなかった、これは危なかったですね。危なかったですね。すごいですね。あの木村がかろうじて腹を救いました。カナダのカルガリーからね、藤井選手、上田選手と組んでましたね、はい、彼が今あそこにいるんですよね、はい、でこのストンパーのことを聞いたんですよね、したらものすごい暴れ方をしたそうですよ。あ、そうですか。それでその調子を整えて、はい、で日本に乗り込んできた。ですから今調子としては今最高じゃないでしょうか。原がセカンドロープの上から場外に放り捨てられました。この辺りちょっとその貫禄といいますか破壊力といいますか、とにかくザ・ストンパーに徹底的に痛めつけられます。アシュラ・ハラ、木村がちょうど放送席の前を横切りまして、その倒れております。アシュラ・ハラを助け起こしました。来週の鹿児島大会では木村・ストンパー IWA ヘビー級のタイトルマッチが行われます。今日はそのいわば前哨戦、ようやくストンパーとアシュラ・ハラがリング内戻りました。アシュラ・ハラがロープに飛ばされた。あ、この辺り徹底的にハラが捕まっています。木村選手のあれを完全にマスターしましたね、今のクロスチョップですね、はい。そして今度はトム・スタントンの膝にアシュラ・ハラの頭を叩きつけました。開幕戦の立山市民センターでもそのいわゆる直線的なレスリングが相手の思うつぼとなりまして場外で痛めつけられました。アシュラ・ハラ今日もややそういった感じのレスリングをこれまでのところ展開しております。トム・スタントンがバックに回りましてチンロック。大木さんとこのシリーズ後半特別登場いたしますディック・ザ・ブルーザーとは過去どうなんですか。そうですね、忘れちゃったですね。忘れましたか。ですね、42年ですか、確か顔合わせ、はい、ありましたね、はい、白町でやってますね、はいはい、猛烈なね、さっきのねアトミックボンブザメです、やり合いが大変印象に残ってます。できることなら対戦したいでしょう、このシリーズ。そうですね、もうせっかくでありますから、はい、やってみないですね。散々痛めつけられましたアシュラ・ハラからようやくエースラッシャー木村に変わりました。門馬さん、どうやら木村が勝負どころと見ましたか。そうですね、ロープに飛ばした帰ってくるところまず肩車で叩きつけました。ちょっと受け身を取り損ないました。肘のあたりを痛そうにさすっておりました。トム・スタント、そして持ち上げた、持ち上げた、高々と持ち上げたパイルドライバーにも、パイルドライバーに持っていきました。ラッシャー木村のパイルドライバー、あるいはフィニッシュフォールドにつながるかと思いましたが、ザ・ストンパーが飛び込みました。この辺りの指定コンビ、さすがに呼吸はぴったりであります。最初はザ・ストンパーのいわゆるマネージャー兼
プレーヤーでありますゴージャスジョージジュニアがこのシリーズ参加の予定でありました。しかしプエルトリコ遠征中足を骨折いたしまして来日不能、即座にザ・ストッパーはトム・スタントンを指名いたしました。そのトム・スタントンからザ・ストッパー木村が捕まっています。このあたりザ・ストッパーがうまくレフリーの遠藤を牽制します。このたまたまね、原組ですがね、はい、これ逆にね井上原組軍でしたらね、体力に押しまくられてね、はあはあ、あタイトル。じゃあ今度はザ・ストンパーのパイルドライバー木村を捉えました。木村動けない原が飛び込みました。木村危ない、ピンチを脱出いたしました。今のあのパイルドライバー分析してください。これね、木村選手の方の体重の人をこれだけやるんですからね、ストンパーのコンディション作りの良さ、はい、と同時にあの、スタントンの方もね、ファイルドライバー使いますからね、ダブルで狙ってくる、あ、ね、怖いですね。これを食ってはいけません。ダッシャー木村、さあカバーに入った。ザ・ストンパーカバーに入りましたが木村かろうじてこのピンチから脱出いたしました。このスーパーファイトシリーズではトム・スタントン、ザ・ストンパー、トモトモ、指定コンビトモトモ、パイルドライバーをよく使います。そしてバックに回りましてこのチンロックの攻撃もよく使います。アシュラハラがちょっと心配そうです。木村のその動き具合を注目しております。日本組のコーナー、何か大木さん、木村が今一つリズムに乗れませんね。すごいすごい、ストンパーっていうのすごいですね。はいはい、カウント2です。場所が日本組のコーナーに近いことが幸いいたしました。バックハンドショップを見せましたザ・ストンパー。この辺りは完全に門馬山木村のお株を奪われました。そしてまたファイルドライバーに行った、ファイルドライバーに行った、ファイルドライバーに行った、ホールの体勢に入った、さあストッパー、木村ピンチの連続であります。これね、木村選手の使う技ばっかりでしょ、ファイルドライバーにしてもね、今のチョップにしてもやはりシングルマッチっていうのをものすごく意識してますね。なるほど、堂々と来いよと。広島大会です、はい、IWA ヘビー級タイトルマッチ、ラッシャー木村チャンピオン4度目の防衛戦、挑戦者が今リング上激しい戦いを展開しております。ザ・ストンパーであります。皆様どうぞご注目ご期待いただきたいと思います。木村がやや攻撃の感じに変わってまいりましたが、しかし本当に横綱相撲を横綱相撲を見ているような感じがします。木村得意技グランドスが入りました。グランドスが入ったスタンドンがエルボーバット、得意技に捕まえたときはストンパーどうか。カウント2です。軽量のアシュラーラがカバーに入りましたがカウント2で大きく飛ばしました。そして今度はサイドスルップセッツザ・ストンパーを叩きつけた。これもカウント2です。木村から変わりましたアシュラーラ、なかなか大技の連発であります。もうタックマッチらしくなってきたですね、いかにもこう大技押収してね、飛び込むときに飛び込む、助けるときに助ける、このね、タクの妙がね、でもこうリズム感になってきましたからね。シリーズ後半の静岡県浜北大会では浜口井上組 IWA タッグ選手権ストンパートムスタント今日今試合を行っております。この指定コンビが挑戦する予定であります。相打ちで両者倒れました。やや腹の方が先に状態を起こします。腹の方が先に状態を起こす。もう原選手ですがね、はい、このシリーズはね、本当になると思いますよ。いかにしてこの大きい選手をね料理するか、もう全部大きいですからね。大きいだけでなく加えてそのタイプがね、はい、それぞれまた個性的なんですよね、はい、やはり一ランク
下といったらおかしいんですが、この体力的に近いですからね、いかにこの大きい人を両立したってことがこれからの原選手に与えられた課題ですからね。さすがに先に体勢を立て直しましたのはザ・ストンパー。さあ今度は何に持っていきますか、あるいはブレンバスターか。原がぐっと重心を落とします。原がディフェンスいたします。ロープ際もつれました。これはお互いブレンバスターを狙った感じですね。そうですね、このロープブレイクが危ないですよ。セカンドロープがアシラハナの喉元に食い込みます。苦しそうです。アシラハナトム・スタントンも入りました。完全に捕まっております。アシュラハラ、しかしこうして見てますと大木さん、さすがにストンパー・スタントンのコンビネーションは絶妙ですね。いいですね、なんかこう呼吸が合ってますね。はい、変わった若いトム・スタントン、アシュラハラを飛ばした。そして大きく空中で放物線を描いてエルバーワット、カウント2。アシュラハナピンチ、またカウントに入ります。アシュラハナの足がようやくロープにかかりました。194センチ115キロ、そのトム・スタントンが空中に大きく飛びましてエルボーバット。そして今度は先ほど原が見せたサイドスープレックス、トム・スタントンが見せたカウント2です。カウント2。さあもう一回カウント体勢に入りました遠藤、どうでしたか今のサイドスープレックス。いやね、とってもこう腰が入っててね、ちょっとあのスタントンレスリングしてますね。とっても上手いですね、この若さでこれだけやるんですからね。これはストンパー頼りにするの当たり前ですね。腰のキレがすごくいいです。腰のキレが、はい、あらがまたロープに飛ばされました。帰ってくるところ大きく94センチのトム・スタントンがショルダースルー、またまたカウント2。ピンチが続きます。アシュラハラ、今日のこのタッグマッチ、いわゆる試合の流れをつかんでるのはストンパースタントン組、ラッシャー木村も、そして今リング内のアシュラハラも今日は今一つ自分のリズムに乗れません。アシュラハラとザ・ストンパー、ロープに飛ばしてダブルハンドチョップ、またまたカウント2。ピンチが続きます。アシュラハラ、アシュラハラからようやくラッシャー木村にタッチが行われました。このスーパーファイトシリーズ、ザ・ストンパーの挑戦を仮に退けたとしても息を抜くことができません。ラッシャー木村、気合が入ります、気合が入ります。ラッシャー木村、シリーズ後半には大木金太郎選手が出場、そしてあの生傷男ビッグ・ザ・ブレイザーが特別出場。肩口から当たりました、あるいはヘッドバット気味に持っていきましたか。ラッシャー木村、ラッシャー木村ザ・ストンパー、エース同士の対象対戦、来週の鹿児島の IWA ヘビー級タイトル戦の前哨戦、木村からアシュラ・ハラに変わりました。これはいいドロップでした。よかったですね。今どうかカウント3まではいきません。なかなか高さもありましたし、はい、いいラインドキック、バックのオフを見せました。足原またストンさんが飛び込みます。ラッシャー木村とトム・スタントン、そしてラストンパーがこの鉛の靴を脱ぎました。鉛の靴を脱ぎまして足原の脳天を一撃、脳天を一撃、ゴールの大勢だ。カウント3に来ました。あの靴なんか入ってるんじゃないですか。なんか入ってますかね。入ってますかね、はい、自分の靴を外して腹を一撃、そしてレフリーの遠藤が戻ってくる前に誠に速い動きでさっと足に靴を履いてしまいました。